20点リード。もうすごいディフェンスですね。まあ残り14秒っていう時間で、まあ、20点あるので、まあ、逆にこの時はスリーポイント打たれたくないですよね。例えば3点2点そんな決められてもどっちも1点しか変わらないから変わらないんじゃないかと思うかもしれないですけど、そういうのが後々やっぱり効いてしまうんですよ。ガードの子がドライブした時に福ちゃんがシュリンクしてドライブレーンを消してわざと惑わせて出るじゃないですか。やっぱりストロングサイドに行かせるとここが抜かれちゃうと寄っちゃってパスされる可能性、例えばこっちウィークサイドだと僕もヘルプ行けるしここにも人がいっぱいいるんで行けるんですけど、こっちにストロングサイド行かせたくないんですよ。そこでうまくちゃんとディフェンスする、で相手にターンさせる、で今度は僕のいるところに行かせます、僕が寄ります、で相手はもうなすべなく、パスします、そしたらもうそのまま僕が上に押し上げて福ちゃんに出てもらう、スイッチするんですよここでマークを。そしたら相手も行けると思ったけどもうここにいる人が出てきたので、あやばいと思って一回下がります、でもこの時間で5秒、そうなるともう1対1か、タフショット打たざるを得ない。でやっぱりここで入れても3人いるんでなかなか難しいですよね、選択が4秒ある中で。で圧が寄って、まあ、最後ちょっとコーナーが、まあ、ここはシューターじゃなかったのでっていうところで一つのボールがインサイドに入らないようにみんなのこのディフェンスがシュリンクっていうか縮こむっていうこの連携っていうのがやっぱこう相手のシュートチャンスっていうのをずっと潰し続けるっていうのところのまあ鉄則だなっていうのは、まあそこも駆け引きだと思います。タイミングもあるし、あとやっぱり自分の周り、まあ自分だけこうボールマンだけ見ててもあれなんで、自分の周りでどこにいるかなっていうのを考えながらディフェンスするっていうのがやっぱり、グッディにつながるところだと思うんで。